ああ、お父さんだ。うん、帰るよ。6時過ぎには沼津に着くから。あるよ。内緒内緒。いや、楽しみに。はい。はい。お菓子の好きなパリ娘。二人揃えばいそいそと。はい、もしもし。はい、そうですが、武蔵野瀬良院ですか。浅田清彦。はい、知ってます。私の兄貴ですか。ええ、もちろん。ええ、わかりました。すぐに伺います。あ、すいません。住所。それで希望、いや、遺体は引き取り手がないので大学病院へ検体されます。戦争孤児だっておっしゃって、戦災孤児ではと言いましたら、戦争は自然災害じゃない、だから戦災孤児じゃなく俺たちは戦争孤児なんだって。そうです、戦争孤児です。希望は戦争孤児の慣れの果てです。うまく忘れて生き延びた人もたくさんいるけど、キーボーにとって戦争はまだ終わってはいなかったんです。君たちのところへ帰ることができないんだ。プレゼントを抱えて、笑顔と美味しい料理を待つ、幸せな温かい家庭に帰ることができない、そんなお父さんをいつか分かってください。残る半ばは手に持って行くは波きか初めて会ったのはこの地下道だった。あれから20年、来年は東京でオリンピックが開かれる。東京の街から戦争の匂いは消えたように見えるけど、人の頭の中からはなかなか消えてはくれない。いや、決してはいけなかったんだね。希望、僕は君を忘れようとしていたのかもしれない。ごめん、ごめんよ兄貴。希望、書いてくれよ俺のこと、いや俺たちのこと。兄貴は忘れたかったのかもしれないけど、忘れられないんだろ。だったら逃げずに書いてくれよ希望。Thank you.
の少年が私です。昭和15年、1940年、15歳でした。7歳で母を、その後再婚した父を10歳で亡くし、義理の母がある日突然いなくなり、私はみなしご、孤児になりました。孤児院に入れられ、脱走しては連れ戻され、それでも犯罪にだけは手を染めずにいたんですが、大晦日の夜、脱走には成功したものの、何も食べていなかったためにお腹が空いて、駄菓子屋の店先から菓子パンを1個素早くポケットに入れて振り向いた時、朝になったら一人に来てくれるだろう。今度は年越しだな。イボ、どうした？まあ、腹が減っとるんだろうが、茶でも飲んで温まるからな。明日は元日だ。牛脂でも雑煮が出るぞ。それ食ってやり直すんだな。あの時の茶のことは今でも忘れません。冷えた空腹の中にじっと染み込むような温かさ、私を優しく見つめてくれた遠山圭一さんの鼻の横にはふっと気持ちを和ませてくれる大きなイボが笑っていました。心配するな。バカだな。泣くやつがあるか。私に菓子パンの甘みと親切な甘みを教えてくれた人、それが遠山圭司さんでした。
私が今日まで生きてこられたのは、遠山刑事さんとの出会いと、この菓子パンの味だったと言っても過言ではありません。そうです。この物語は、お菓子の物語なのです。人は生きる。何を求める。人は生きる。何を支えに。優しさ、厳しさ、甘さ、苦さ、喜び、悲しみ、笑い、涙、誰かと出会い、誰かと別れ、愛し愛、助け合い、殺し合う、人は生きる。何を求めて、人は生きる。何を支えに。ここは君たちが社会に出てきちんとした生活ができるように、君たち自身が自立できるように指導し援助を行うための施設です。君たちは犯罪や非行、家庭の事情などでここに来ることになりました。指導員の先生たちは君たちの社会復帰を心から願っています。君たちも一日も早い社会復帰のために努力するように。良いですね。では先生方、よろしくお願いいたします。指導員の日比野です。今我が日本はシナにおいて非常に大事な戦いを行っております。米英からの言われなき圧力、このアジアを欧米諸国の植民地から解放しようという我が日本の役割、大東亜共栄圏の建設のために大陸で命を懸けて戦っている兵隊さんのことを思えば、貴様らは何だ。貴様らは新国日本の恥である。一刻も早く更生し、社会に対し罪の償いをしなければならない。この報徳学院で育ち、院長親代わりにこの学院の実権を握り、みんなからはその要望と残虐され、ホワイトサタンと恐れられ、お前たちは日本の少年だ。やがては陛下の召しで軍隊に行くこととなる。心身ともに一人前の軍人として国家のお役に立てるように。軍国主義の申し子、その演説は熱く不思議な説得力を持っていました。富永です。私は皆さんに素直で正直な優しい人になってもらいたいと思っています。皆さんは同じ年代の人たちとは違う特別な経験をしてきています。それは決して良い経験ではないのかもしれません。社会や家族を憎んだり怒りを持っているかもしれません。でもその分、人の悲しみや辛さも知っているのではないでしょうか。優しい心、思いやる心、助け合い、支え合う心もたくさん持っていると思います。人を信じることはとても難しいと思います。だからこそ、信じる心を育ててほしいと思います。しげる、何してんだい。千吉君。面会室に行かなかったのか。お前の大好きなお菓子が差し入れで山積みになってたぜ。僕には家族なんていないもの。俺だっていないさ。だがあそこでうろうろしてみろよ。善人面したおばはんが
あら、あなた、誰も面会に来ないの。かわいそうね。これ、食べなさいって菓子の一つも恵んでくれるぜ。僕は小敷じゃない。返す当てのない恵みは受けたくないんだ。痩せ我慢はよせよ。ん？食いたくてしようがねえって顔だぜ。この顔は生まれつきです。怒ったのか。いいじゃねえか。お前はまだガキなんだ。ガキが菓子を欲しがっても不思議はねえ。ガキじゃないさ。誰が菓子なんて。そうムキになるなって。ほら、お前のためにくすねてきたコンペイトだ。甘いぜ。こんなもん。もう負け惜しみにしたって大したもんだ。よし、俺がシャバに出たら山ほど菓子を送ってやるよ。そうか、送ると没収されちまうな。それならこっそりその窓のところに持ってきてやるよ。本気で脱走するつもりだろ。本気も本気。今に見てろよ。だからお前も本気で菓子の山が届くのを待ってな。甘い甘いお菓子、甘い甘い甘い夢。一口食べて頬が緩む。二口食べて心が和む。三口食べれば誰もが幸せ。砂糖の甘さは優しい心、チョコの苦さは素直な心。バターにミルク、ジャムやクリーム、みんな仲良く手をつなぎ、おいしい世界を。なんて夢の夢。おい、しげる、これを読んでみろ。僕の日記。28ページ。声に出して読むんだ。4月25日、今日のおかずはジャガイモと玉ねぎの。そんなことはどうでもいい。その先だ。酒井がどうしたって。今日、酒井くんが退院した。酒井くんは入所してまだ3週間。どうしてそんなに早く出られるのか不思議に思っていたら、地獄の沙汰もなんとかだと友達が話してくれた。酒井くんのお父さんは大金持ちで、それで。もっと大きな声で！
それで学院に寄付したそうだ。そういえば前に偉い軍人の息子だという子が入ってきたけれど、その子も3週間で立派な車が迎えに来て帰って行ったことがあった。だからお金があればたとえ悪いことをしたとして。本気でそう考えているのか。本当に金で釈放されたと思っているんだな。しげる君、謝りなさい。富永先生は黙っていてください。お前はそう思ったからこう書いた。そうだな。いいえ。いいえ、そうは思っていません。おお、やはりそうか。じゃあ誰だ。お前は友達が話したと書いている。その友達とは誰だ。わかりません。わからない。そんなはずはないだろう。友達から聞いた。聞いたのならわかるだろう。噂です。誰だかはわかりません。みんなの噂です。よし、わかった。ではその噂の主が誰なのか、ゆっくり思い出させてやろう。来るんだ。しげる君。いいんです、書いたのは僕ですから。それに日記には何でも思ったことを正直に書くように言われていましたから、思ったことを正直に書いただけです。書いた僕が責任を取るのは当たり前ですから。バカ野郎。千吉君、自分だけいい格好しようったってそうはいかねえぞ。お前なんかに恩を着せられたらこの千吉の流され。やはりお前か。ならお前に聞こう。どんな証拠があってこんなことを茂に吹き込んだんだ。証拠。奴らが出てったことが何よりの証拠じゃねえか。彼らは少年審判所の調査に手違いがあって対処したんだ。じゃあ反対に訴えられるな。シゲルのようなガキはごまかせても俺は騙されないぜ。お前らが裏で何をやってるか全部お見通しさ。黙れ。あんまり喋られちゃ具合が悪いか。なるほど、結構な演説ですな。ところでお前はここから脱走して私の鼻を明かしてやると言ってるそうだな。本当か。必ずやってみせるさ。どうだ、そんな面倒なことをしないで今ここから出て行ったらどうだ。ほら、これが鍵だ。黙って見送ってやるから、それで玄関から堂々と出て行ったらどうだ。どうした。じゃ、遠慮なく。千吉君、ちょっと貴様。待て。じっとしているのよ。日比野君にも困ったもんだ。若気の至りというか限度を知らない。私の言うことなど聞きはしない。困ったもんだ。二言目には生ぬるい教育は自局に反すると非国民扱いだからね。お医者様を呼んでください。しかしそれは日比野先生には後で私から許可をいただきます。内出血を起こしているかもしれませんから、とにかくお願いいたします。そうか、そうだな、そうしよう。もう大丈夫、安心して休みなさい。すぐお医者様がいらっしゃいますから。ごめん、ごめんよ。いいさ、それよりお前も気をつけろ。え？待って
全く身寄りのない孤児なんて哀れなもんさ。俺がこんな体になったって誰一人文句を言う奴はいねえんだからな。親戚の一人でもいりゃ奴だってここまではやらねえよ。お前も誰もいねえんだろ。だからそこまで分かっていてどうしてわざわざ反抗的な態度を取るの？女にゃわからねえよ。ほういらののおみそ見せちゃろうか。ああ開けてもくれても鉄格子。今でも覚えています。悲しく切なく、これまでの虐げられてきた人生を絞り出すような、それでいて妙に明るい。すまなかった、私も感情的になって。制裁が過剰になったことは私自身の至らなさである。本当にすまなかった。だが分かってほしい、私はお前たちが憎いのではない。今シナの地で兵隊さんたちは滅私奉公の精神に徹して一心を捧げて戦ってる。お前たちはただ罪を償ってここを出るだけではいかんのだ。この日本の将来はお前たち若者の肩にかかってる。やがてはお前たちも軍隊に行ってお国のために働くことになる。だからその時のために世間から尊敬される立派な軍人になれるようあえて厳しく教育しているんだ。そのことだけは分かってほしい。これは私からの見舞いだ。飲むか。本物の牛乳だ。うまいだろう。まずいな。翌朝、千吉君は肋骨が折れているとの診断を受けて病院に運ばれました。そしてそのままこの寛解に帰ってくることはありませんでした。ある者は闇から闇に葬られたのだといい、ある者は元気になって他の管会員に送られたと噂しましたが、本当のところは分かりません。なんて歌ですか？お菓子と娘というのよ。そういえば茂君はお菓子が大好きだったわね。はい。一緒に歌いましょうか。少しずつ弾くから覚えて。もう覚えました。先生がいつも弾いてるのを聞いていたから。そう。じゃあ歌って。はい。Thank you.
やめていただけませんか。この非常時に外国の歌など不謹慎です。外国の歌ではありません。これは日本の歌ですわ。作詞は西条八十、作曲は橋本邦彦、れっきとした日本の歌です。そうですか、それは失礼。しかしこの戦時下、そのような軟弱な歌はやめてもらいたい。まして本院は男子の更生教育機関です。立派な日本男児を育てるためにも、歌うなら軍歌や国民歌謡にしていただきたいものですが。こんな時代だからこそ明るい心華やぐ歌が必要なんじゃないかしら。芸術は人の心を豊かにするものです。厳しく苦しい時こそ。茂る、作業の時間だ。あなたと芸術論を交わす時ではありません。いいですね、これは決定事項ですから守っていただきます。前略遠山刑事様、ご無沙汰しております。お元気でしょうか。胃の方の調子いかがですか。バス停で薬を飲んでいらしたことを思い出しております。それとあの時いただいた菓子パンの味、一生忘れることのないあの味。甘い味、それは笑顔。あんこ、それは夢。クリーム、それは希望。二つに割って赤いジャム、一つは君に、一つは僕。それはそれは幸せ。辛い時思い出す、悲しい時目を閉じて。甘い香り抱きしめて、いつかいつか幸せを。正月にお菓子の配給がありました。創立記念日以来の待ちに待ったお菓子の食べられる日です。ところがどうだろう、これは相談なんだが、この菓子を慰問袋にして戦地に送ってあげたいのだが。もちろんこれはお前たちに配給されたものだし、権利はお前たちにある。だから強制はしない。だができれば自発的に協力してほしい。強制しないと言われても、はいお断りしますと言えるわけもありません。相談ではなく命令です。食べてしまえばあっという間に消えてしまう。それよりも前線の兵隊さんに送ってあげたら、どんなに喜んでもらえることか。お前たちの善意が戦う人々の血や肉となって。兵隊さんに送ります。一人が言いました。俺の父ちゃん戦争に行ってるから俺も送ります。次々と声が上がります。おい、お前はどうなんだ。そうか、分かった。それならお前にだけは配給しよう。さあ受け取れ。呆れたね、いい度胸じゃないか。口々にささやく声が聞こえます。僕は彼らをじっと睨みつけると、
配給の乾燥バナナを頬張ろうとしました。遠慮なんかいらない、みんな面会日のたびに僕に見せつけるように食べてたんだ。こんな時こそ思いっきり見せつけてやればいい。でもお父さんはできなかった。みんなせっかくのお菓子を取り上げられて、どの顔も暗く沈んでいました。そんな顔を見ながら食べる気にならないんです。それどころかだんだん悲しくなってきました。もらう喜びはあまり知らないけれど、もらえない悲しさは分かりすぎるほど分かっていましたから。どこ行くの？慰問袋に入れることにしました。どうして？たった一人で勇気を出していただいたものでしょ。たった一人だからいらないんです。え？お菓子って綺麗なものでしょ、楽しく食べるものでしょ。こんな風に手に入れてもダメなんだ。お菓子がお菓子じゃなくなっちゃうような、このお菓子を食べても僕は幸せじゃない。お菓子を持って職員室に行きました。お菓子を差し出すと日比野先生はびっくりしたような顔をして、慰問袋に入れて構わないんだな。はい。よく考えて反省したというわけか。よし、そこに置いていけ。お菓子の包みを置こうとすると、机の上にきんとんやかまぼこなどを持ったお皿がありました。机の下には隠すように一升瓶が。彼らは酒を飲んでいたのです。僕たちから無理やりお菓子を取り上げて自分たちは酒を飲んでいる。僕は我を忘れました。持ってきた菓子を床に投げつけ、まるで地団駄を踏んでいる子供のようにその菓子を踏みつけました。その後どうなったかはご想像の通りです。でも心配はいりません。僕は元気にやっています。遠山さんにいただいたあの菓子パンの味が僕を支えてくれているのです。いつか必ずここを出て元気な顔をお見せしますので待っていてください。お願いしといた男の子は決まりましたかね？はい、この子ですが、はいはい、頭は良いし性格も良い、細かいことにも気がつくしよく働く真面目な子です。幼い頃に両親と死に別れまして孤児院で育ったんですが、寂しかったんでしょうな。脱走してお菓子を盗んだところを捕まってここへ来たんですが、とても犯罪を犯すような子ではない。良い息子さんになると思いますよ。死ねるなあ。まあ院長先生がそう言われるんなら信用しましょう。しかし房野さんも立派な考えをお持ちで尊敬いたします。この間は女の子で絹子さんですか？ちゃんと社会に出して今度は男の子を養子に、なかなかできることじゃありませんからな。こんなババアがお国のためにできることはそうはありませんからな。わしも一人で心細いし息子がおれば安心ですから、まあお互い様ですわ。昭和18年、この学院に来てもう2年、突然私に養子の話が持ち上がりました。富永です。しげるくん失礼いたします。さあこっちに来なさい。彼がしげるくんです。この方は野田房野さん、ご主人と息子さんを亡くされて今一人でおられる。そこで身寄りのない子を引き取って養子にしたいと言われる。当院で身寄りのないということになると君しかいない。それでもしまとまるもんならと今日会ってもらうことにしたんだ。どうかな。わしも寂しい身の上だからな、寂しい人間同士仲良くやっていけたらと思うてな。このようにおとなしい子でして体の方は至って健康です。性格も温和だし頭の良い子ですから、理解ある方に育てていただけたら必ずお役に立つと思いますよ。
先生にそこまでおっしゃっていただけるなんて本当に見込みのある良い子供さんなんでしょう。ぜひまとまるようお願いいたします。良いお話だろう。ちゃんと席も入れて親子として一緒に暮らしたいとおっしゃっているんだよ。まあ急な話だから戸惑うのは無理はない。よく考えて決めなさい。戻ってよろしい。失礼します。はい、ではあちらの方で。はい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 。しげるくん。先生、知ってたんですか？ごめんなさいね、黙っていて。でも直接あなた自身が聞いた方がいいと思って。どうなの？どうって。良いお話、そう思わない？良いお話、そうかな。家族ができるの、お母さんよ。お母さん。人は一人じゃ生きられない。誰かと共に、誰かのために、何よりもまずここを出なさい。ここを出て君自身の人生を見つけなさい。僕自身の人生？ええ、君の人生。君ももうすぐ18になるんでしょ。君が遠山さんの菓子パンを未だに忘れないでいるのは、きっと普通の人以上に多く物事を感じる力が備わっているからじゃないかしら。君は詩や作文を書いてみたことはある？ないよ、そんなもの。君の話を聞いていると、君にしか表現できないようなものがある気がする。私ね、学生の頃詩や作文が好きで自分でも書いてみたりした。ここに来たのも特殊な世界を経験することで自分の肥やしになればと思ったからなの。結果は自分の甘さを思い知らされて、大した苦労もなく育った自分が恥ずかしかった。でも君は違うわ。君が歌う詩は君自身の中から生まれた本物の詩だと思うの。僕から生まれる本物の詩？ええ。こんな時代だからこそ自分の詩が大事なの。先生にもあるの？自分の詩が。あるわ。私は
小さい時から孤児院に入れられて、それ以来何にもいいことがありませんでした。あんまりにいいことがないんで、神様は私が好きではないんだと思っていました。でもあのお菓子と娘の歌、それを教えてくれた富永先生とお会いできて、今は神様も少しは私を愛してくれていたんだと思っています。今の世の中に美しいお菓子がないのなら、あなたがそのお菓子になりなさい。人を励ましたり慰めたり、生きていることを美味しがらせるお菓子になるの、君自身が。僕は何があってもどこへ行ったとしてもあの歌を忘れません。自分自身のためだけでなく、辛く苦しい思いをしている人に出会ったら、その人のためにあの歌を歌いたいと思います。昭和18年2月、ガダルカナル島からの日本軍の撤退。4月、山本五十六連合艦隊司令長官戦死。5月、アッツ島では日本軍全員玉砕。そんな中、上野谷中の初音町の房のばあさんの家に入りました。谷中初音町は関東大震災の時も奇跡的に焼失を免れた古い町並みの残るところでした。4畳半に3畳、床が傾いていて、丸いものを置くとコロコロ転がっていくような、そんな家でした。お前、自転車は乗れるんだろうね。いや、乗れないのかい。だってずっと管会にいたから、自転車どころか外にも出してもらえなかったし。困ったね、もう決めてきちゃったからさ。決めたって？あの駅前の大和座って映画館だけどさ、若いもんが戦争に取られていなくなっちまって困ってんのさ。フィルム運びをしながら映写の技術を習って、技師免許を取らせるって言うんでね、明日から行かせるって決めちゃったんだよ。明日からですか？でも自転車乗れないんじゃフィルム運びは無理だね。大丈夫です、乗ります。今晩徹夜してでも乗れるようになりますから、どこかで自転車を借りてきてくれませんか？お母さん、寝ちゃったのか。そういえばご飯もまだ食べていないんだった。おばさん、僕を引き取ってくれてありがとう。いただきます。物心ついた時から孤児院やら管会院での集団生活か知らない私は、アルミニウムの器や丼でしかご飯を食べた記憶がありません。小さなお茶碗に一杯ずつよそわれたご飯はいつか食べてみたい憧れでした。もちろんおかわりも粗末なごちそうでも何でもない食事でしたが、お茶碗のご飯は房のばあさんへの感謝とともに私に自由を実感させてくれた最高の食事でした。さて、大和座での仕事にもだいぶ慣れた頃。ただいま。戻りました。ちょっとあんた、
ことがあるんだけど。こっち来て。富子さん、大和座の娘さんです。母さんが売上金が合わないって騒いでるけど、あんたじゃないだろうね。何のことですか。そうよね、あんたはすぐ顔に出るから。やっぱり違うわね。でも母さんはあんたがやったって思い込んでるわ。眼科院でなんか使うからだって。ひどいな、僕盗んだりしませんよ。私もね、お金が足りないって聞いた時、もしかしてとは思ったのよ。あんた盗みで眼科院に入れられたんだろ。あれは個人を脱走して、でもお腹が空いて。まあいいさ、私は眼科院での子が来るって言うから、どんな悪が来るかとちょっと期待してたんだけど、あんたは普通の子だった。真面目で嫌な顔一つしないでよく働く。でもね、世間はそんなに甘くないんだ。一度貼られたレッテルは簡単に剥がれるもんじゃない。これからも何かあるたびにあんた疑われるよ。でも今の僕には家族がいます。佐野婆さんは僕の親になってくれた。二度とあの生活には戻らない、信じてください。私は信じてるよ。ただあんたは寛解での孤児なんだ。母さんが特別なんじゃない。みんなあんたをそういう目で見てる。だから簡単に人を信じちゃダメ。これは私からの忠告。よく覚えておけんだね。それと佐野おばあさんのことも。おばあさんのこと？あんたはおばあさんが親切であんたを引き取ったと思ってるみたいだけど、それだけじゃないからね。どういうことさ。あんたは働き手として連れてこられたんだよ。あんたの前の絹子さんだってそう。年頃に育ったら売り飛ばされて。嘘だ、勝手に家を出ていった。そう言ってるけど本当は売ったんだ。嘘だと思うなら柳町の辰巳って店に行ってごらん。絹子さんに会えるから。売上金の一件は誤解だと分かりました。別の支払いのためにご主人が封筒に入れて引き出しの奥にしまっていたんです。寛解院でという包装紙に包まれた私は本当の私とどう違うんでしょう。見た目や経歴、そんなもので人が判断するなら本物と偽物を見抜く目を私だけは持ちたい、そう思いました。それにしても大和座の富子さんの言葉が気になります。あの子は売られたんだよ。おばあさんはあんたを働かせるために引き取ったんだ、息子だなんて。それで絹子さんに会いに行くことにしたんです。何が本当かを確かめるために。ねえ、このうちに何か用でもあるの？人を探してるんです。なんていうの？名前。絹子、野田絹子。谷中の初音町に住んでたんだけど。へえ。知ってるんですか？まあね。あんた誰？絹子に何の用なの？僕は野田茂、野田双子の息子です。絹子さん知ってるんですか？うん、私。え？私が絹子。本当ですか？ええ、よくここが分かったわね。ばあさんに聞いたの？いいえ、おばあさんはあなたがどこにいるか知りません。知ってるわよ。私をここに連れてきたのはばあさんなんだから。あんた今息子だって言ったわね。施設から引き取られたんだろ？養子です。ちゃんと席も入ってます。私だってれっきとした養女さ。もちろん席も入ってる。だから売り飛ばしたのさ。他人の子供を売ったら罪になるけど、自分の子供なら文句の言いようがないからね。嘘だ、おばあさんはあなたがどうしてるか心配してる。勝手に家出して恩をあだで返すなんて。あんたいい人なんだね。私もね、施設から連れ出してくれた時には本当に感謝したさ。だから一生懸命働いた。ばあさんに気に入られたくてね。でも心配になってきたんだね。私が年頃になって彼氏でもできて家を出ていくんじゃないかって。それでそうなる前に売っちまったってことさ。あんたは男の子だから嫁でも取って
夫婦で一生面倒を見させるつもりなんだろ。でたらめだ。悪いことは言わない。骨までしゃぶられないうちにさっさと産んでるんだね。だけど変じゃないか。売られたって言うんだったらどうして警察に訴えなかったんだ。施設にだって相談できただろ。訴えたらどうなると思う。ばあさんは捕まるだろうけど、私はまた施設に逆戻りさ。あんたあそこに帰りたいかい。いや、あそこに戻るくらいならどんなことでも我慢できる。そうだろう、あんたならわかるはずさ。どっちみちまともな暮らしなんてできやしないんだ。孤児の人生なんてそんなもんさ。今でも私はばあさんに感謝してるよ。時々小遣いせびりに来るけどね。なんて言ったって施設から連れ出して私に自由をくれたんだ。あんただって利用したんだろ。施設を出るのにばあさんが必要だったんだろ。違うかい。これはじゃあ病気にでもなってごらんよ。ばあさんの正体がわかるからさ。もし嘘だったらぶん殴ってやるからな。いいよ。でも急いで確かめるんだね。あさってにはもうここにはいないから。俺に見つかったから逃げるんだろ。大陸に渡るんだ。兵隊さんたちも女がいないと立派な働きができないんだってさ。私たち孤児は日本にいたってろくな人生じゃない。ばあさんに言っといて、キヌコは大陸に渡りました、ありがとうってね。おばあさん。なんだい。家出した娘さんどうしてるんだろうね。あの子ね、あいつは食わせもんだったね。思い出したくもない。わしがせっかくまともにしてやろうとしてたのに、恩をあだで返しやがって。ああやだやだ、信じるもんがバカを見る世の中だ。あんた運が良かったね。3日遅かったら私に会えないまま本当のことも知らなかったんだから。おばあさんは俺を働かせるために養子にしたのかい。 なんだって。俺はいくらでも働くよ。社会に連れ出してくれたのはおばあさんだからね。でも恩返しだけじゃないんだ。この家の人間だと思うから頑張れるんだ。おばあさん、俺は本当におばあさんの息子なんだよね。何を言ってるんだろうね。役場に行ってみりゃいいさ。ちゃんと籍が入ってるからさ。戸籍のことじゃない、心の問題さ。心から息子だと思ってるよ。じゃあ見せてくれよ。俺名義で積み立ててる貯金通帳。何？そう言ったよね。わしを信用せんのか。信用したいから頼んでるんだ。お金はいいさ、見せてくれるだけで。おばあさん、俺は本当におばあさんの息子かどうか知りたいんだよ。変な子だね。お前は息子さ、今さら何だってんの。キヌコさんに会ったよ。辰巳屋知ってるよね。私は家出したんじゃないよ。あのばあさんに売られたんだ。どうなんだい。あんたもあのばあさんに利用されてるんだ。騙されないように用心しなさいよ。本当なんだね。キヌコさんはね、大陸に渡るんだって。兵隊さんを慰問に。もうあの人に会うことはないんだ。だから嘘だって言ってくれたらそれを信じてもいいと思ってた。でもおばあさんは正直なんだ。風呂行くんだろ。手拭いた石鹸大事に使うんだよ。厚かましいというよりむしろ無邪気と言った方がいいのかもしれません。痛いところを暴かれても、暴かれてしまえばそれでおしまい。孤児を利用するのも、夫や息子を戦争で亡くしたおばあさんの生きる知恵。おばあさんもやはり被害者で、回り回って私や絹子さんに巡ってきたということかもしれません。二のばあさんの養子になって半年、
尋ねようと思いながら伸ばし伸ばしになっていた遠山刑事さんのお宅に行く途中、浅草を歩いているとき、喫茶店に信じられない張り紙を見つけました。無糖紅茶お菓子付き、お菓子付き、砂糖不足で客が砂糖持参で紅茶を飲むこのご時世にお菓子付きとは。あの無糖紅茶お菓子付きの。少々お待ちください。生まれて初めて入った喫茶店です。床には赤い絨毯が、天井からはシャンデリアが、クラシック音楽がかかっていました。ああ、ここならお菓子があっても不思議じゃない。お待たせいたしました。紅茶とお菓子です。はい。え？湯気が立っていました。赤い花のようにカットされた人参が4個、ピラミッドのように積んであります。あの、はい。お菓子付きを注文したんですが。はい。これ人参ですよね。いいえ、それがお菓子でございます。これは人参だ。バカにしてるのか。いいえ、失礼ですが、これをお菓子と呼んでいるのはこの頃では常識なんでございます。お菓子の代用ですが、芯まで柔らかく煮てありますし、多少ですが甘みも加えてあります。里芋を出しする時もありますが、本日は人参でございます。人参付きとか里芋付きでは情緒がありませんので。人付きじゃないか。これはお菓子じゃない。困りましたわね。よろしいですか。本物のお菓子をお出しできるようなら、無糖紅茶などお出ししてお客様にお砂糖を持参していただくなどいたしません。本物のお菓子を出すお店があるなら教えていただきたいものです。本物偽物、本物偽物、何が本当で何が嘘。綺麗に飾った赤い花、それは人参。潰して伸ばしたモンブラン、それは里芋。見せかけだけのお菓子、それは偽物。本物偽物、本物偽物。今は野菜でケーキを作る時代です。しかしお菓子という名前の人参や里芋は偽物以外の何物でもあります。綺麗に着飾る紳士淑女、汚れた服の不老者、中身は同じ人間さ。厚い化粧に隠れた素顔、美しい言葉で騙す詐欺師、遺骨になって永遠に。何が本物、何が偽物、何が本物、何が偽物。騙されないぞ人参に、騙されないぞ里芋に。本物偽物、本物偽物、見抜くことができたら。それでその人参を床に叩きつけて出てきたってわけか。もったいないことをしたな。はい、食べた時は甘くて美味しいって思ったんだけど、でも許せなかった。後で思ったんですが、僕はそれをお菓子だと認めそうになる自分が許せなかったんだと思います。だが偽物を偽物と言ったのは正しいことじゃないのかな。今の世の中インチキが多すぎる。しかもそれを声を上げて言うこともできん。インチキだと分かっていても気がつかないふりをしないといけない世の中なんだ。あの子が生きてたらちょうどあなたぐらいになってたんでしょうけど、きっとお腹を空かせてひもじい思いをしてたことでしょうね。そう思うと何不自由なく暮らしていて死んだのは幸せだったのかもしれませんね。その考え方もインチキだな。
無理にそうやって自分を慰め諦めようとしているに過ぎ、軍国の母だって同じだ。息子が死んで悲しまない親がいるかね。名誉だの誇りだのと言ってるが、本当は戦争を恨んでるんだ。ダメですよ、外でそんなこと言わないでくださいね。さあ、これは本物ですかね。やっぱり偽物かしら。おしるこ。いや、お前が来るってんでな、なんか甘いもんを用意しとくように言っといたんだ。お前の手紙にはもう菓子パンのことばかり書いてあったからな。たかがあんなもんで何度も礼を言われたんじゃかえって借金してるみたいでな、まあ、いっぺんごちそうせんことには感情が合わんと思っとった。さあ食べなさい。いただきます。何しろ急なことでしょう。配給の小豆が少しだけど残ってたから薄くてごめんなさいね。でもお砂糖は本物ですよ。とっておきのを使いましたからね。ありがとうございます。お母さんの、なんて言ったらいいのか。おい泣くなよ。男たる者がたかがおしるこくらいで泣くんじゃない。そういえばあの時も菓子パン一個で泣いてたな。いいから食べなさい。はい。なんてことでしょうね、食べ盛りの若い人がこんな思いをするなんて。この国はどうかしてますよ。今度は怒るのか。この大きな戦争に勝とうっていう国が若い人たちに満足に食べさせられなくて一体何ができるっていうんです。おいおい、今の世の中で一番多い犯罪は食べ物に関わるものなんでしょう。無理もないと思いますよ、うん、刑事の女房がそんなことを言っちゃいかんな。体中をめぐるおしるこの甘みは温かい善意、優しさや思いやり、人生の美しい部分だけがありました。それを奪うのが戦争だと胃袋だけは知っていたのです。またいらっしゃいね。いつでも自分の家だと思って遠慮しないでね。私は本当のところ何も分かっていませんでした。戦争のことも、出征する兵士を見れば厳粛な気持ちで万歳を叫び必ず勝つと信じていました。しかし胃袋だけは反戦的だったんです。偽物と本物を見抜く目は理屈ではない、私自身の生きる物差しになりました。本物と偽物の話、茂君らしいと思いました。いろいろ学んで成長していくあなたを感じられて、やはりここを出てよかったのだと確信しました。ここの出身だというレッテルはこれからもあなたを苦しめるでしょう。でもきっとあなたなら乗り越えることができると思っています。このカンカン院にも大きな変化がありました。日比野先生が出征なさったのです。私は子供の時からこの学園で育ちました。そして教官になり今日まで生きてまいりました。私はこの学園以外の社会を知りません。この学園は私の人生のすべてであります。今日こうしてお国のために働ける日が来たことを誇らしく嬉しく思います。本当にありがとうございました。日比野君の武運と出世を祈って万歳三唱をしたいと思います。日比野まさし君、万歳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 。あなたはもしかしたらいい君だ、
戦死すればいいと思うかもしれません。でもこういう施設で働く人には兵役免除があるのですが、日比野先生はそれに甘えることなく戦地に向かわれました。君にとっては憎むべき敵なのかもしれませんが、あの方もまた軍国教育によって育てられた気の毒な方です。できれば無事を祈ってあげてください。もう一つ、私のことですが、今月いっぱいで広島に帰ることになりました。母の体調が思わしくなく、介護に当たらねばなりません。そして多分そうなると思いますが、結婚することになると思います。結婚といってもいろいろと事情もあり、そんなにウキウキとしたものでもないのですが、でも人にはそれぞれ道があって、その中で真心を失わずに生きていかなければなりません。幸せになるよう努力するつもりです。富永先生、荷物を整理していたらこの本が出てきました。お菓子の作り方。学生の頃、母から無理やり押し付けられたのだけれど、どうも君にふさわしい本のような気がしたので送ります。お菓子と娘の歌のように君の心を飾ってくれたら嬉しく思います。あのね、お菓子はあるの。本物のお菓子のある日が必ず来るって信じて、それまでは写真のお菓子で我慢してください。それと、今の世の中に美しいお菓子がないのなら、あなたがそのお菓子になりなさい。人を励ましたり慰めたり、生きていることを生いしがらせるお菓子になるの、君自身が。先生とはもう会えないかもしれない。そう思ったら矢も盾もたまらずに東京駅に向かっていました。駅のホームには東京を離れて地方に疎開や帰省をする人、出征する兵士を見送る人であふれていました。先生、富永先生、万歳と日の丸を振っている人たちをかき分けて、私は叫びながら先生の姿を探しました。あそこだ。先生の姿を見つけたような気がしたとき、発車のベルとともに列車は動き出し、見つけたと思った先生の姿はどこかに消え、やがて列車の尾灯は夜の闇に飲み込まれていきました。空襲警報発令、空襲警報発令。1800もの爆弾の投下、冬の季節風に煽られ木造家屋は瞬く間に炎焼、死者行方不明者は10万に及び、一面焼け野原となりました。遠山さん、ああ、しげる君無事だったか。よかったよかった。奥さんは崩れた梁の下敷きになってな。ああさ、君も早く逃げなさい。でも
私は助からん。さあ早く煙に巻かれんように風上へ。どうやらさヤマトさんが、トメコさん、おばさん、おじさん、8月6日広島に、8月9日長崎に原爆が投下されました。富永先生、子供の頃から家族とは縁のない私でしたが、富永先生、遠山さんご夫妻、大和座の富子さん、多分絹子さんも、嫌な思い出ばかりだけど、ホワイトサタンの日比野先生、戦争は私と関わりのあった大事な人たちを奪っていきました。あ、草野ばあさんは元気です。空襲のたびに燃えてる家に入ってはまだ使えそうなものを持ち出し、どうせみんな焼けちまうんだ、生きてる人間の役に立てて何が悪い。ええ、私は草野ばあさんの家を出ました。どうしても偽物の親子関係が自分自身許せなかったからです。おばあさんの家を出ても行くところはありません。上野駅の地下道に、家を焼かれた人、親と死に別れた孤児たち、その中にあのキーボーがいました。兄貴、どんな風にやるか教えてやるよ。見てな。母ちゃん、母ちゃん、ちょっと、あ、なんだいこの子、 あんたなんて知らないよ。母ちゃん、生きてたんだね、母ちゃん。よく見なさい。私はあんたのお母さんじゃないよ。私にはあんたぐらいの子供はいないからね。ほら、しっかりして。ごめんなさい、母ちゃんにそっくりだったから。母ちゃんは空襲で焼け死んだのに、ごめんなさい。いやいや、ちょっと待ちなさい、かわいそうに。あの、よかったらこれ食べなさい。あとね、少ないけど、あの、これでご飯食べるのよ。そんな、いや、いいから。ありがとう、ありがとう、母ちゃん。いや、あの、しっかり生きるのよ。どうだい、ちょろいもんだろ。兄貴、リンゴやるよ。そうです、3月10日の東京大空襲で母親を亡くした浅田清彦、キーボーです。
兄貴、全部覚えたよ。お菓子の好きなパリ娘、私を兄貴と呼んで、いつも一緒にいたキーボーが、あそこだ、子供だけだぞ。フロー時間でした。 GHQ の指令で戦災孤児、引き上げ孤児、戦没軍人の孤児たちの収容保護。兄貴、キーボーだけじゃない、地下道で暮らしていたたくさんの戦争孤児たちを駅の浄化のためとトラックに連れ込んで、世田谷の孤児施設。前までいい。キーボー、必ず迎えに行くから。そして終戦、1945年昭和20年8月15日、突然戦争が終わったのです。